だいぶ押してしまいました。すいません。ラフレインフレーズです。超したな。なんか変な機材使いまくったせいでめちゃくちゃ押してる。そもそも僕が中学校の時からずっとこう自分の作ったものをこう自信持って愛しちゃうっていう自信家なんですけど、それで自分の世界観をこうバッと出したいなっていうので、ずっとEDM 系が好きで、まあバンドもやったんですけど、結局帰着するところはこういうところだなっていう音楽をやりたくて、いっくんもこうね、ポーター・ロビンソンいいよみたいなことを言ってこういうところにハマってって、で、まあせいやと、まあ、まさきはこれやるのとか言ってるけどせいやもドラム必要ないじゃんとか言ってるけど、なんだかんだこうついてきてくれて、で今こうしてライブできてるんで、まあおっしゃったんですけど、こうゆっくり聴いてやってくれればと、自分で曲作ったのに自分で歌詞覚えてないんで頑張ります。こういうね、ハプニングがすごい起きる。
るみたいな。こうまあ動機の説明をすると、僕らがずっとイヤホンでこのキッコッコッコを聞きながらずっと演奏して、で逆の方で出力したものが皆さんのところに流れるので、演奏してる方はクソつまんない。やばいね、蹴っちゃっちゃったから。待った、わかんねえ。来た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 。はい、次の曲です。
のサビまでずっと繰り返すんで、それをお願いします。では次の曲です。キーボード切ります。あのめんどくさい機材がなくなったんで、進行調というか、
電源がどこかわからない。じゃあ、本当に押しちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとね、話したいことがありまして。フレンフレーズっていうバンドが、僕が入って1年生の時に、すぐに作って、そこからオリジナルを作って、なんか先輩たちに反発ね、みたいなあれがあって、 もっとすごいことをして、こうもっと何だろう、後ろから押し上げてって、なんかガーミンとかめっちゃ下手だったし、音作りとかねチリンチリンみたいな音になってたのに、こうだからあいつらよりいい曲やって、いい演奏して追いつけないとこに行こうよみたいな思いで曲作ったりずっとしてて、で今見てみればガーミンすごい音良くなってるし、もう他の先輩たちもみんなそうだけど、なんか僕が東京来た理由も、あの音楽、バンドミュージックというか、まあ、自分の作った音楽は自分が一番好きなんで、自分の作った音楽をいろんな人に押し付けていいだろうって見せたいっていうので来たんですけど、まあ、あのここ来て出会いがたくさんあって、まあ、今ファッションに移りたいみたいなになって、そしたらやっぱ皆さんももし何かやりたいことができたとしたら、こう僕は音楽やったりファッションやったり、あとは映像も作って、こう MV 作ったらマジで自分がセンスすげえと思ってるから、それ見せたいし、ジャケットの絵も自分で描いて見せたい、全部手つけてたら全部に手と、な微妙な、この今の演奏みたいな微妙なところまで来ちゃって、でもう結局どうすんのみたいな、今は何やりたいかすごい考えたところ、僕は音楽ではなくファッションに行くという選択をすることにして、まあ音楽はもうここ5年ぐらいマジで触んないとこっていう思いでいるので、ラフレンフレーズ最後のライブです。でね、まあ軽音もやめようっていう思いでいます。そして大学もやめます。僕は自分の決めた道を走るんで、皆さんも僕に影響されるようであれば、かわいそうなことに、もし僕に影響されてしまったとしたら、自分のやりたいことを本気でやっていってください。そういう意味でも取れる曲です。
Yeah.